皆さんおはようございます。どうもジュエリー根本の根本光弘です。8月16日の朝でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もですね、非常に暑いですね。相変わらず暑いですね。まあいろいろなですね、まあこの暑さでね、やはりこの暑さ、まあ暑さ尋常じゃない暑さなんで何とも言えないんですけど、まあね、あの例年こうお祭りとかですね、花火大会とか、お盆休みっていうね、部分で皆さんも周りも多いんじゃないでしょうかね。非常にいい素晴らしいですね、素敵な時間をお過ごしの方もいらっしゃると思いますし、まあ、非常にあの残念な、ね、事件なんていうのも結構全国で起こってるみたいなので、まあね、そういうのに、ね、巻き込まれちゃったなんていう方も、まあ、中には、ね、いらっしゃるんで非常に、ね、なんか残念な感じという、まあ、楽しい時間を、ね、過ごすという部分で考えると、ね、そういうのに、まあ、万が一の、ね、可能性っていう部分もあるので、まあ、そういうのって結構あったりっていうか、まあ、本当ないんですけど、そういう時にね、あった時の対応っていうのはなかなかね、慣れてないもんですから難しいっていうのはあるもんですから、そういった時にね、本当に、まあ、周りの対応っていうかね、自分の対応っていうのも考えなきゃいけないのかななんてね、万が一っていうのを本当考えなきゃいけないななんていうふうに思っております。まあ、本当楽しい時間がね、過ごせればというのが一番いいことなので、皆さんですね、健康でね、安全なお休み過ごせていらっしゃるでしょうか。まあ、本当万が一のとっさの判断という部分もね、ありますので、ぜひですね、まあ、素晴らしいお休み、あともうちょっとお休みというのはね、なると思いますね。僕らはないんですけど、長期のね、連休なんていうのは僕らはもう本当にあるかないかって話なので、2日、3日休めば本当、長期の休みになっちゃうので、ぜひですね、皆さんね、いいお休み、まあ、なかなかね、休みをうまく使えるかというとそうでもないんですけど、そういった時にね、凝縮してなんかいろいろ考えてね、楽しい思い出作りというか、楽しいお休みを過ごしていただきたいなというふうに思います。まあ、今年の夏はですね、僕ね、ハマってるのはこのイロハスのリンゴ。これです。イロハスのリンゴ。これ結構ハマってまして、今年結構これ飲んでんですよ。まあ、こうぐにゃぐにゃじゃないですか。ポケットにもね、ジッパーのポケットにも入るなんてね、言われてたり、こうね、ゴミもね、くしゃっとして、ほんとちっちゃくなっちゃったりっていう部分で、あと、まあ、これも実際は 100ml あたり結構なカロリー、17キロカロリーか、あるので、これ 555ml なので、まあ5、2、5、10、だから100キロカロリーぐらいですか、100キロカロリーぐらいあるんですけど、水で100キロカロリーってないですよねっていう話もある。まあ、どんだけ甘いんだっていうのもあるんですけど、まあ、他のなんですか、水系の甘いやつよりは全然カロリー少ないので、まあ、そう考えるとね、まあ、普通のジュースなんか飲むととんでもないのになっちゃうので、まあ、イロハスの、まあ、リンゴの方飲んでますね。リンゴの方飲んで結構美味しいんで、まあ、みかんもね飲んでるんですけど、どっちかというとリンゴの方が好きです。何の話ですかね。まあ、これでね、水分補給してますっていう話なんですけど、本当熱中症対策もね、皆さんね、気をつけていただいてというふうに思います。ということで、今日の心がけということでね、今日の心がけ、周囲にねぎらいの言葉をかけましょう、周囲にねぎらいの言葉をかけましょうというものです。まあ、なかなかねぎらいの言葉ってかけづらくないですかっていう、まあ、あんまりね、頻繁にこうねぎらいの言葉かけても、なの人みたいなね、いつもいつもそうで本当に思ってんのみたいなね、話もあるんで、こうタイミング的な部分はあるんですけど、いろいろなものの成果って分かんないですよね。自分じゃないと分かんないですし、自分はこう言われてほしい、言われたいっていうのはあるんでしょうけど、なかなかね、言われないとかね、分かっていながら、それ当然だと過ごされているっていうのも、なんか嫌なもんなんですけど、やっぱりね、そういう部分で、一言、二言、まあ、そのねぎらいの言葉というかね、そういうのがあると、なんか気持ちよくね、仕事ができたり、生活できたりっていうのはあるので、
まあなかなかねちょっと言えないんですけど、僕もねぜひ周囲にねねぎらいの言葉心がけっていうかね、をしてですね、お話をして見るといいんではないでしょうかというところで、まあねこれよくやったよねっていうかいいよねなんていうね話はするんですけど、これこれこうでなんていうとね、なんでやっぱり、そういう風に言われたいもんですよね。まあそんな部分でね、周囲にねぎらいの言葉をかけましょうというのが今日の心がけで、一日過ごしたいという風に思います。まあ今日もね本当暑い、まあ冒頭から暑いという話なんですけど、暑い中ですけども、皆さんね、キラキラとしたまあね素敵な一日を過ごしていただきたいと思います。今日も一日スタートです。よろしくお願いします。